すぎて迷子確定、ダンジョン地下街ランキング第5位、札幌地下街。こちらは北海道の首都札幌を取り巻く地下街で、オーロラタウンとポールタウンという2つの通りが大通公園で交わるんですけど、初見殺し確定で、なぜなら札幌駅からすすきのやテレビ塔まで地下道繋がってるんですけど、 1.5 キロぐらい歩かされ、なおかつ通路には多数の飲食店やお店が入ってるので、こっち行ってそそのかされるからね。でもね、慣れたら大きな通路は2本しかないので余裕だと思いますよ。来ました、第4位、東京駅地下街。まず東京に初めて来た人は、地下街何個あんの？思うこと確定でございます。その中でも S 地下街、東京一番街などは Google マップがねきちんと反応しないで、いつも外国人や東京慣れてない日本人が溢れ返っているので、正直ね、観光客の皆様は Google マップがきちんと反応してないのでイライラしてるように見えます。でもね、一番街で揃わないお土産ってないし、日本で3番目に大きい八重洲地下街って、ちょっと一杯飲んでいくのに持ってこいのちょっとだけ高級なお店がたくさん並んでるので、ぜひお立ち寄りください。さあ来ました、第3位、名古屋栄セントラルパーク。これね、僕ね、栄に1年間ぐらい住んでたことがあるんですけど、あんなに雨宿りにぴったりな場所はございません。あのね、名古屋版山手線の地下鉄名城線と、名古屋駅から伸びる地下鉄東山線が交わるのが栄駅なんですけど、これね、深夜バスがしょっちゅう発着し、名古屋の景色が一望できるオアシス21や、黄昏スポットとして完璧の中部電力未来タワー、そして名古屋地区随一の飲み屋が密集する錦など、地下鉄から全部スッとねアクセス可能なんですよ。その代償として迷うこと確定の大きさなんで頑張ってください。さあ第2位、新宿。さあ新宿は高校時代通学で毎日乗り換えをし、利用しまくった僕でさえ迷う部分しかありません。なぜなら巨大な新宿駅を挟んで地下街が伸びまくってるからで、特に日本一の繁華街歌舞伎町に伸びる新宿サブダードという地下街や、都庁側の京王モールは Google がいつも困ってます。頑張って攻略してみてください。さあ新宿を抑えて第1位、梅田。これね、ダンジョン駅ランキングでも梅田が1位だったんですけど、地下街も新宿を抑えて1位だと思います。なぜなら梅北新駅が開業し、未だに地下街が大きくなってるんですよね。そしてね、先日も多く迷ったんですけど、とにかく百貨店には商業ビルが接続しすぎている。栄の日じゃありません。あのね、出口迷ったら30分迷子もザラなんで、正直初見の方は地上を歩くことをおすすめします。でね、いやいや、あんなの簡単じゃんって攻略方法知ってる方がいらっしゃったらコメント欄で教えてください。またね、おかげさまで陽太郎バスツアー、昨日も6人の方に申し込みいただきました。特にツアーの後の飲み会がついている VIP の方は男性枠の募集が終了するほどになっております。そして女性の方の要望として、伊香保温泉の入浴時間と旅歩きの時間が欲しいとお声をいただいたので、伊香保温泉の回る時間を2時間に増枠しました。だからこそね、一人で行くの迷うなと思っているそこのあなた、大丈夫です。現在のところ 90% 以上の参加者が一人でご予約いただいており、バス座席なども年齢別で分けてるので、家でゴロゴロして1日終わってるぐらいだったら、僕が1ヶ月間準備に準備を重ねた古井さんツアーにご参加ください。この画面か概要欄の URL から詳細とお申し込みがいただけます。ぜひともお待ちしておりますよ。よっしゃよっしゃ。